理論とは、世界を4つのブロックに分けて、軍事戦略と勢力均衡を企てるというカール・ハウス・ホーファーが提唱した理論である。パンディー・ジョン理論によって分けられた4つの地域区分、この理論は、ドイツの地理学者、地政学者であったカール・エルンスト・ハウス・ホーファーによって提唱され、戦艦機の地政学やドイツの外交政策に貢献した。 この世界を四つの列強であるユーラフリカ率いるドイツ、中央アジア率いるソビエト社会主義共和国連邦、東ア率いる大日本帝国、南北アメリカ率いるアメリカ合衆国による指導で、経済、政治、文化的に分けようと考えた理論である。これらの列強諸国による勢力圏の支配は、経済や政党連合の発展が見込まれた。歴史上、 この世界は3つの勢力圏に分かれていたが、第二次世界大戦後に様々な地域を支配していた大日本帝国やナチスドイツの勢力圏は他の国の成功と共に減少していった。例えば、ドイツのヨーロッパ支配は欧州連合の発展と他の外国勢力の出現を許し、日本も同様に東亜の経済的支配を失い成長中の中国の経済の出現を許した。 ありがとうございます。